オキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、邪魔な竜巻。このコースのサムネを見る限りね、竜巻が1個だけ設置されてあるだけなんですよ。だからね、右に走っていくだけでクリアできると思うんですけど、なんとクリア率は 1.36%。 なかなかクリアさせてくれないクリア率だと思うんですよ。僕の予想ですけど、1回地面から離れたら着地しないでゴールだと思うんですよ。あ、やっぱりね、一回地面から離れたら着地しないでゴールだね。ということは、右に速攻走っていって、宙に浮いて、くるりみたいな。難しそうだね、これ。何回かやってればいけるはずなんだけど。どうすりゃいいんだろう。竜巻に当たったらダメってことかな。なんで、ちょっと竜巻、来ないで。それじゃあ次、ダッシュしゃがみジャンプでいってみよう。届かねえ。どうすりゃいいんだろう。でも最速クリアがね、1秒ってなってるから、ダッシュで行くことはね、間違いないと思うんですよ。なんでここでジャンプ、こう。うわ、惜しい。今の絶対いけたと思った。一番右ギリギリでジャンプして、くるりんだね。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。ザ・カジュアルトロール、ゲットフラッグ。みたいな感じだと思うんですけど、これはどういう意味だろうね。気軽なトロールだよっていう感じだと思うんですけど、ただゲットフラッグって書いてるでしょ。多分カエルスーツ取ると思うんだけど、サムネじゃカエルダメみたいな感じで書いてるんだよね。で、気軽なトロールコースってね、言ってるくせにさ、クリア率 1% だよ。超むずけーよね。それじゃあ早速やっていきましょう。さあ、ここはさっさ右に行かないいけない、そういう感じでしょ。そうせな、あー待って、危ない、早くこれいる、そしてこの上。超片言。おー崩すのはずるいよ。この上何がある、この上何かある、こっちが正解でしょ。じゃあここ早く右に行って、そしてキノコを取って、当たって、ちょっと待って、当たって土管に入る感じだね。こっちが正解か。そして次はオンオフを早くしなきゃいけないと思うんですよね。ブンブン来ましたね。このいや、なんでブンブンがビーム出してんの。裏に多分メカクッパ隠されてんだろうね。ということはオンオフをしてすぐ左に行く感じか、そういう感じでしょ。うわ、あのブンブンめちゃくちゃ倒したいね。あ、キノコ、これ正解っぽい。待って待って。多分ね、あのキノコ絶対いると思うんだよね。なんでここで待っておいて、さらにこのキノコを取る。これ左上なんだろうね。これ開けていい、コインか、コイン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 っていうことで、このブロックを壊してこのまま右に行けます。っていうか今気づきました、ピンクコインなんですね。ピンクコインじゃねえ、ピンクコインコースなんですね。ここでカエルスーツ欲しいな、すぐ右に来る感じでしょ。こっち、そう、そしてここ、スムーズに取らせてくれました。で、このまま上に行っていい感じだね。さあ下に降りましょう。これかぶるのかな、かぶっていい、ほっ、あ、かぶれないで、このまま右ってやられるだけじゃねえか。それじゃあさっきやられた場所ですね、キノコもカエルスーツもダメって書いてたんですよ。なんでこのカエルスーツを取って一旦ね、チビになります。そうで、もう一回チビになって、あ、待って、チビになる前にこのブロック壊しておかないといけんね。そんでこのチビになって、この甲羅がかぶれるって感じでしょ。そしてブラパー上にやる、ゆりゃ、どっか行け、上に行け、もっと上に行け。じゃあこのまま右行きます。え、こっちに合ってるのかな。それじゃあこのね、ドアに入っていきましょう。ちょっと待って、なにこれ、なんですかこの死に耐久的な感じは。これ死に耐久じゃないの、なんかバネが押し寄せてきてんだけど、バネいつも友達やっちゃうんか、バネ友達じゃないの、なんで今日はそういうことしてくんの、バネ。このブラパを上にやるでしょ。で、さらに上に行けばいい感じだったんかな。行くよ。違う、ミスった、ミスった。勢いつけようと思ったらこっちに入ってしまった。それじゃあここは上行きます。ほっ、で、このまま上、こっちで合ってたのか。そしてここは矢印の通り信用しようか。絶対ドッスン襲ってくるでしょ、こっち。やった、うははは、中間ポイントあんのか。っていうことはさっきやられた死に耐久に繋がんのかな、このドア。どうなんだろう。いやー、
ここはドッスンがやられるっていうことは分かったんで、先に中間ポイント取ろう。そう、ここの中間ポイント取ってこの次に進めるっていう感じだったね。そしてここは下のままでいい、上がるからね、この鉄球。そういう感じだね。ここ P を押したら下に行けんのかな。でも P とかなかったもんね。じゃあこのまま一旦右行ってみようか。このまま走っていきます。なるほど、パウで倒せっていう感じだね。はい、はなー。まあまあ、でもこっからだからね、中間ポイント取れたからね、このまま先に進みましょう。さっきと違うやんかー。いや、このさっきと違うパターンは絶対わかんないよね。じゃあこのまま右に行ってさ、このドッスンを落としておいてすぐ下に行く、これが正解でしょ。そしてチョロプンの上に行く感じかな。どういう感じだろう。ジャンプ、オッケー。隠しブロックで挟まれると思ったんですけど、それはね大丈夫でしたね。じゃあここはどうしよう。一旦ファイヤーを叩いてみる。ファイヤー叩くじゃねえよ、ここ叩きます。うわ、なんもなんない。じゃあハテナを叩いて左の方に来ると思うんだよね、ファイヤーが。なんでこっち、そういう感じでしょ。違った。じゃあここハテナブロック叩いたらすぐここ、そしてファイヤーを取れて溶かす、そして上に行けばいい感じだよね。ここジャンプしない方がいいよね。絶対ジャンプしません。このまま行きます。なんでこれあるの。もう絶対これ違うパターンでしょ。おー、優しいな。それでも簡単にやらせてくれるのか。それじゃあここはファイヤーで溶かして、この四角の場所からジャンプしたらいい感じと思うんだよね。ほっ、そうで、もう一回ジャンプ。オッケー、無事クリアできました。それじゃあ次の場面に進みますか。ここはこのリフト乗る？いや、乗らん方がいいよね。こっちに行きます。それじゃあ次はリフトに乗るよ。リフトに乗るけど絶対やられると思うんだよな。なんで上に行くの。いや、ここで大丈夫。そしてオール、失敗した。いや、分かってたんだよ。ただちょっと焦るよね。ここでオンオンをすればいいだけ。悔しい。これマジで悔しいね、このコース。それじゃあもう騙されませんよ。ここでオンオフをしたら大砲が移動するでしょ。これに乗って土管に入る、そういう感じだね。これマジでわかんないね。このまま右にダッシュ、多分なんか出てくると思う。そして次はどうしよう、上に行くしかないもんな。じゃあこのまま上に行ってオンオフをして、上しかないね。これはこっちしかないと思うんだよね。さあどっちに行きましょう、下か上か。下行きます。そしてこの亀の甲羅を持ってパウブロックで叩く。じゃねえんだよ、バカにしてんのか。それじゃあここは上の方行ってみよっか。そんでこの亀の甲羅が取れる。そしてどうしよう、右に投げるしかないよね。上には投げれないもんね。右に投げます、こっち頼む。合ってた、合ってて、ここでキノコを取って中間ポイントゲット。よし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 。それじゃあ次に進みますか。あ、ここでカメ、カメじゃねえ、カエルクレーンだね。このまんまノコノコ乗らない。そしてこのまま下に行く。あのノコノコ多分罠だよきっと。あ、久しぶりだね。じゃあこのまま、え、待って、これやべえ、やべえパターンじゃないの、これやべえパターンじゃないの、これ上に行ってしまうよね。あ、大丈夫大丈夫。でこのまま下に行ってチビになってオッケー。オッケーじゃねえ。どこ行ってんの。ノコノコ踏んだらこうなりました。歩いていこっか、ここ歩いていきます。で次は P か上か、これ上の方が良さそうじゃない。わざわざ下に行く必要ないもんね。なんでちょびちゃんしていこう、上に行かないように。ちょっと高ー。高く飛びすぎるんだね、普通のマリオだったら。じゃあここは下から行くことしかできないんで P を押します。そしてブラパが落ちる、そういう感じ。なんで、あ、これ下から行くんじゃないの、ほらほらほら、そういう感じだね。いや絶対騙される、この画面外は。じゃあここで戻される感じですかね。これヒントって書いてるね。どういうことだろう、キラーの下になんかある感じかな。いや、こっちは、あ、こっち行けんじゃん。
それじゃあここパウブロックが出てくるんで、そのパウブロックに持って左に行く。そんでこのパウブロックをここにね落とす、落としてドアに入る。こう、よしよしよし。そして今度はなんか可愛らしいステージ、あ、鍵も手に入れれました。ここはどうしよう。でもリフト乗るしかないよね。これドクロリフト乗ります。そして下に行く。どうすりゃいいのこれ。え、待っておけばゴールできた感じかな。それじゃあ鍵の入って死に耐久っぽくない、ここ。大丈夫、やっぱ死に耐久だね。死に耐久っていうかこれもうやられ耐久だね。一緒か。何このカエル、もうカエル取らしてよ。ねえ、せめてカエル取らしてゴールさせてよね。ここカエルのステージなんでしょ。早く来いよ、誰か、誰が来んの。魚。それじゃあここ何もしないできっとゴールができると思うんだよね。この辺がボム兵来たよね。この辺に避けておこう。そしたらボム兵が来てゴールさせてくれると思うんだよね。あれ来ないね。一旦右にここまで行けって感じかな。ここまで行って、あ、ほら P でなんか変わったね。来た。なんでさっきと違うの、おかしいやんか。ゴールないや、どうすりゃいいのこれ。え、もう一回最初から。なんかね、鍵も手に入れれてないんだよね。どういうことだろうこれ。あ、なんか鍵手に入れた。じゃあこの鍵ドア入ったらこっちが正解ルート、赤ルート。なんか来ました、熱っ。やべえ、 CP1 って書いてる。戻されるやつじゃないのこれ。いやマジかよ。あ、でもずっとピーヨンが鳴ってる。これはゴールできる感じだよね。ほらほらほら、このまま先に進めばゴールがあると思うんだよね。来た。ありがとうございます。いや、今までね、いろんなトロールやってきてるんだけど、この方のトロールコースって本当にザ・トロールって感じがしてね、めっちゃ面白いと思います。ぜひね、やってみてください。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピヨキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。